持ってましたね、これも。うわ、もう何でも持ってんな、ボンボン。そうですね、バブルでしたから。まあ、後に弾けるんですけども。自分ちが？これまだ弾ける前のソフトだと思います。ワルキューレ。女の子が主人公やったっけ？そうですね。当時はみんな、その、羽のついたヘルメットをかぶった女の子の絵を描いて遊んでましたね。へぇ。一応アクション RPG なんですけど。うわ、すっげぇ撃ってくるな、こいつ。ああ。確か村の人とかと会話することなかったと思います。あ、そうなんや。ええ。え？何占ってくれんの？これ自分の星座とか血液型でタイプが変わるんですね。タイプ？はい。あ、魔法使いでやったり、戦士でやったりとかってこと？まあ、成長の具合が変わってくるみたいですよ。愛野さん、英語ばっかり出ててね、うん、ほんまにその英語が合ってるかどうかも分からへんって言ってたじゃないですか。うん、言ってた。まさにこれのエンディングがそうなんです。あ、そうなの？はい。英語ばっかり出てた。へぇー。すっごいスピードで流れていくんで、うん、合ってるかどうかも分かんないです。うわ、逃げよんねや。逃げます。これでも、その性格とかに合わせて、最初から成長しやすいか、後にぐわーっと上がるかとか変わってくると。変わってくるみたいですね。じゃあもうその人によってはずっと村人のまま終わる人もおるかもしれない。いや、そういう血液型の区別はないと思いますよね。ほら、あ、ほら、村人のおるやん。いやいや、サンドラが登場するっていうだけで、あ、はい、サンドラっていう子なの、これ。ワルキューレじゃないの？ワルキューレはこの確か主人公だと思うんですよね。え、サンドラは誰？サンドラさんって後々仲良くなるんですよ、確か。敵のこと？敵なんかな？これ味方でもあると思うんですけど。味方ですね、やっぱり。味方。後日ですけど、この後どんどんシリーズ化でいろんなゲーム出てくるんですけど、サンドラと相当仲良くやってますね。うん、ブラックサンドラっていうのは、サンドラブロックとかかってるみたいな。まあ、頭のいい方ならそこはやっぱピンと来られると思いますけども、絶対そうだと思いますよ。絶対に。この時期あったっけな。86年やで。いや、先取りして絶対あります。その意見賛成です、僕は。どう賛成やで。あ、これラスボス？はい。でっか。これすごい難しいですね。急にパッと出てきて、まあまあ攻撃しよう。あ、コレクション来たよ。コレクション来ましたね。こんなんあったんや。あー、パスワード制なんや、これ。いきなりレベル81まで上がる。うわぁ、怖っ。いろんなところがもうガタくるで、その気温に81まで上がったね。体力いっぱい上がってましたけど、知力そんな上がってませんでしたよ。あ、じゃあマジック使われへんねや。あんまり賢くないんだよ。来ましたよ、これ。何？スカイキッド。これめっちゃ面白いですよ、これ。名作ですよ、これは。ようできてますよ。これ面白いの。これ面白い。あ、これ面白いね。面白いです。シューティングですね。もうずーっとこんな感じで、で、まあ、爆弾拾って、うん、最後、上上がってった。ボスに落とすっていう、基地に落としたりするんですけど。あ、あれはもうボス用の。はい、ここの基地用なんですけど。外したよ。はい、落ちましたね、自分もね。で、落ちても、連打すると、ぐわっと上がるんですよ。へぇー。復活しようよ。危ない危ない。ああ、ほら、これ。なんで？そういうゲームなんです。だからみんなこう連打して楽しむとか、またグーッとこう何回かまではこれ大丈夫なんですけど、今でいうなんかボムみたいなこと。そうですね。あ、誰、はい、こういうなんかちょっとあって、で、まあ最後こう飛行場に降りるみたいな。わー、面白そうや。2人でもできるんで。1画面に2機出てくる。出てきます。わー、すいませんすいませんみたいな。へー。でね、また BGM もね、これはね、軽快なんですよ、これ。あー、それはあかんわみたいな感じですね。いや、楽しいですよ、これ。ようできてますね。やりたい、やりたいな、これ。あー、これ二人同時プレイ、これ秀逸ですよ。この一回転を利用してうまく敵の後ろに回り込んだりとかして攻撃する。飛行機やもんな。はい。あ、回転してる間も撃てんねや。はい。あ、自分の味方にも撃てんねや。そ
ですね、当たっちゃいますね、やっぱり。こういう遊び方バカバカ当たってんの、この二人面白そうでしょ。小一がやってんのかぐらいの感じあー、これ俺持ってたんちゃうかな、メトロクロス。あ、お前ですか、走るやつやろ。はい、俺がずっと走る。つまずくねんな。いや、もう完全にポカリセットですよこれ。ポカリあったっけこの時代。ありましたね、ポカリが80年に出てるんで。あ、この飛ぶやつ好きやったな。あ、水色のはちょっとスピード落ちんねやつ。そうですね、ただ走るだけの。あ、ここ、あ、まあ、踏み損ねた。ガラス落ちるんでしたっけ、確か。え、ああ、踏まれた。あ、ちょっとやりたいこれ。これやりましょう。なあ、もうこれだけのゲームですから。確かスケボーとか乗ってたような気がするんですけどね。それ高橋名人ちゃうの。いやいや、ちゃいますよ、ほらほら。あ、ほんまや。逆に名人がこれを借りたんですよ、絶対。スケボー？はい。うわー、うわー、楽しい。うわー、これいいですね。これいい。32ラウンドもあんねん。走るね。ただこの人なんで走ってるんですかね。え、なんか用事があるんちゃうの。いやー、これなぜ走る。いや、それはゴールにコンビニとかあったらまだわかりやすいですけど、ただただ走るゲームみたいですね。なんかあるんちゃう、バス停のバス間に合うかみたいな絶対もう行ってますやん、バス来ました、妖怪道中記。まだナムコットですね、ちゃんとね。あ、カジノがあるやつかな。あったんじゃないですかね、なんかそういうルーレットみたいな超反なんたらがあったんちゃう。この辺もだって PC エンジンとか出てきてますから、うん、PC エンジンで行くとナムコの移植第一弾とかだったはずですね。うわうわ、怖っ。あれ、なんかやったような気がするな。溜めて撃つとかできたんちゃうこれ。はい、ガーンと溜めれますね。溜めすぎるとちょっと不発になるみたいな、うん、あ、うわ、何それ相当、あ、へんてこなことになってますけど。反対側行けばいいの。反対側行けないんじゃないですかね。行かないんですかねこれ。反対側行ったら、ほらほら、そこ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 、あ、ぶら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 、ほらほらほら、いやいや、もうすごいです、1万です。あー、戻った。うお、口の中入りました。あ、何これ乗れるんじゃないですか、またこれ五右衛門みたいに。え、違うやん長反爆地出ましたよ、爆地が。うわ、もうカエルのお腹すけたやるやん同じ色です。いやいや、これね、かなり頑張って移植されたと思いますよ。あー、そのゲーセンのやつを。はい、ボス、ボスどんなやろ。これ髪長い妖怪とかおったんちゃうかな。あ、誰や、反乱の人がおるいやいやいや、それちょっと偉い人でしょこれ。あ、竜宮城とかあるんですよ、やっぱり。あ、いいですね。へえ、ホッとしますね、女性のキャラが出てきますと。タロスケ、ええ、何があんの。いや、踊るみたいですね。あらららあ、ファミコン版ではタロスケの裸踊りない。あー、どういう状況で踊ろうと思ったんでしょうかね。まあ、まだ子供やからな。あー、無邪気なんですね。うん、じゃあもうこの後すぐ寝ちゃいますねこれね、子供やから。そうね、動いて寝るよね。高校ぐらいになったらもう野球拳しましょうとかになってくるからめっちゃスケベですよ裏技あるんですね。うん、英語ダメ。あ、お、エッチですね、やっぱり。妖怪なんかな。チ
違うんじゃないですか。うわ、チラシコやって。いやいや、そこは別にやらしくないですチラシのコーナーですから。あ、そう。はい。そうおかしいじゃないですか。チラシのコレクションか。あ、そうですね。あ、これね。うん。うん。いいじゃないですか。綺麗ね、やっぱりもう。いやいや、ほんまですよ。来ましたよ。あ、これ難しいよ。ふわふわしてるゲームですよね。これも60面やったっけ。何面でしたっけ。そうそう、60面か。60の50、58が100面あんねや。あー、裏として出てくるとクリア後に。いやだって俺最後から2面前のやつを9時間がかりで解いたことあったんちゃうかな。あ、そんなに難しいですか、やっぱり。うん。いや、僕もこの難しいやつはやっぱり子供なんで飽きちゃいますもんね。しゃがむのがないねんな。しゃがむのがないから天井にガンって打って頭抱えてしゃがむ、へこむみたいなイメージですかね。うん。でも不思議ですよね、これね。ほら、この高さを合わせるでしゃがむで避けるすげえ難しいやろ。いやいや、考えないですね普通。これ何なんですか、ね、ボタンを押してる間は上に上がる。あーはーはー、浮力が。そうそうそう。で、離したからプッて終わるんじゃなくてちょっと余力があんねん。あー、それもなんか変な魔法をかけられたからこういうことになってるんですよね。そうそう。ほんで一回当たった敵は次の時には消えてくれてるって。あ、ありがたい。あれ、なんか見たことある敵が。何？あれ？パックマンの敵ちゃいますの？ああ、そういうことか。パックマンの敵なの？違います？それっぽかったですよ。なんか見たことあるとか言うから元カノとかそんなんかな。なんでですか？おかしいですよ。それやったらもう主人公見ません。あ、そう？まあ確かに似てなくもない。これみんな似てるでしょ、これ。黒髪で。ワルキューレにも似てるもんな。そうですよ。あ、これラスト。あ、超えた。うん。ん？どっか行った。あ、あー来た。ああ、危ない。あ、死んだ。これでえ連れてかれると。出てきた。ドラーガちゃうの。はい。確か主人公を、うん、この時怪我してますからね。あ、そうなんや。はい。うわ、ほら、貝を救う。いや、すごい。うわ、逆ですよ。逆、逆にな、みたいなことや。逆にですよ。後の逆にな、や。後に逆になるんですよ。こんな、スペシャルステージでお楽しみください、みたいな。さらに上の階くん。あ、ディグダグおったよ、今。いましたね。あ、この面やった覚えがある。この辺も全部もう昔のそのキャラドーンって当たって出てきますね。もうやっぱりそうですね。もうみんなあーあーああもうちょっとファッとゆっくり。あ、難しいね。スピードでいかなあかんね。あれチラシコでございますけど。チラシコ、いや当時のチラシコですよ、これは。うわ、うにゃうにゃや。これもドルアーが出てきますもんね。出てたっけ。はい。このアニメ感がいいですね。ちょっとこの80年代後半の、あ、源平島までんですね。あ、何、箱でっかいやん。すごいですよこれ。何これ。ゲームセンターの源平島までんを、うん、全然違う形で移植したんですよ。あれ、横スクロールのやつじゃなかったっけ、源平島までんって。そうなんですけど、これあのボードゲームっぽくなってるんですよ。あら、なんで。難しかったのかな。あらららな、こんなんなってきたよ。はい、ロープレイヤー。いや、なんかね、でも違う会社からちょっと似たゲーム出てたんですよ、実は。PC エンジン版のやられました。あ、やったやった。あ、PC エンジンやったっけ。はい、あれ相当動くんですよ。あれ動く。当時でもやっぱりゲーセンでも巨大なキャラ動かしてるなーっていうので、もう大人気でしたから、うん、で、世界観もね、ちょっと日本の昔のみたいなあったんですけど、背丈も画面の半分以上とかになってたよ。で、琵琶法師みたいな敵が出てきたりとか、うん、弁慶が出てきたりとかしてたんですけど、
もうこれはもう完全にファミコン版は全然違うゲームで。へぇー。2とかでもないんだよ。そのままのタイトルでいくんだよ。そうですね、源平唐までに出しましたね。へぇー、斬新やね。ちょっとややこしかったでしょうね、当時いろいろあって。いろいろあったんや。いろいろありましたね。違う。平井当時何歳ぐらいなの ?88 年って。でも、僕73年生まれなんで15歳とかじゃないですかね。それで業界のいろいろを知ってんだよ。その時有名やったんちゃいますかね。このゲームがパクリやんけって言われましたから。あ、そうなんや。ゲームセンターのこと知らない人はこのゲームパクリやん何々のとかって言ってましたから。いや違うよと、ゲームセンターでこっちの方がメインなんだよとか、そんな話をしてましたね。みんなに言ってたんや。みんなに言って回ってましたゲーム会社側として言ってたんや。やっぱり残念ですからね。そうなんや。でもどっちも楽しんでね、じゃみたいなことを言ってたんや。そうですね、1日1時間にしといてねじゃっていう。へえー、それがですよね。有野さんはそれを言う立場になっちゃいましたけども、今俺そんなん言えへんよ。言うてくださいよ。言えへんよ。みんなにこんだけやれんのはプロやからですよとは言うけどそこは言わないでいいとこですよ1日十何時間もやるのは。うわ、わかった。ライフがロウソクなわよ。ちょっとかっこいいですな。あー、何もう違う。あ、うーん、あー、そうなんですね。斬新。わー、ちょっと歴史の勉強にもなるのか。いや、昔のね。いやー、これはチラシコですよ。あ、でも絵はもうそのまんまやな。はい、見てください、主人公のこの根性悪さの顔。どっちが主人公か分かんないでしょ。ああいうヘビメタ漫画はなんかあったな。ありましたね。なんかあったな。ありましたねつい最近ですね、それね。あ、デトロイトメタルシティ。はい、殺害せよって叫んでましたね。あ、これは可愛いですね。ワギャンランド。ワギャンってでもモグラ叩きみたいな、ああいう筐体ゲームでなかったっけ。ありましたね。あのアーケードゲームセンターであったキャラクターですね、これ。まさに。そっちが先なの？そっちが先ですね。エレメカが先で。あれ、エレメカって言うね。エレメカって言いますね。それをじゃあコミカルにゲームにしようよみたいな感じで。スクロールさせようよみたいな。はい。で、やったところですね、大人気ですよ、ワギャン。へぇー。この後ワギャンが相当続きますから。ああ、そうなんや。ワギャンシリーズめっちゃ続きますね。あ、なんか取った。あ、あ、いっぱい取ったら無敵になんねや。なんかこれもやったような気がするな。ほんまですか。うん。違う、それっぽい、掛布が走るやつとかじゃないですか。掛布のやつではなくて。両方やっていると。掛布もやってね。掛布もやってんな、有野さん。なんでそんなにたくさんゲームできるんですか。好きやからかな。プロだからでしょ。うん、好きやから。やっぱりそうやったね。うん。ああ、ボスとの対戦これやったんや。こんなん楽しいですね。しりとりでそれを一個一個消していくね。うん。これやったらみんなで考えながらできますもんね。うん。こういうのも流行った要因じゃないですか。そうね。うん。女の子でもできますもんね。アクションが苦手な。おお。おお。神経衰弱のやつもある。おお。